皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。やってまいりました、雪国。久々の、雪道走行、今シーズン初めての、雪道走行になります。今日はですね、大雪ですね。今シーズン1の多分降り方じゃないかな。私は今ね、群馬県の月夜野に来ておりますけれども、月夜野でこんなに降ったのは多分おそらくですけれども、おそらく今シーズン初だと思います。そうなので、月夜野でこれだけ降っちゃってるので、湯沢、ね、苗場とかあの辺りはもっと積雪は増してるかなとは思いますけれども、これからですね、ちょっと三国峠を走ってで、ちょっと苗場の方に行ってみようかなと思いますので、ぜひですねご覧いただければと思います。で、今シーズン、私のスタッドレスタイヤですけれども、こちらはですね、ピレリのアイスアシンメトリコプラスの3シーズン目になります。3シーズン目というと、ゴムがだんだん硬くなってくる頃かなっていうね、そんな感じですよね。ただピレリのスタッドレスタイヤはですね、おそらく他の、まあ国産のメーカーであったりっていうところと比較すると、ゴムとしては固めな、スタッドレスタイヤに入ると思いますので、そのあたりのね、性能なんかもお伝えしつつ走っていきたいと思います。いやー、でも今日はすごいすごい降ってますね、本当に。で、ただいま、時刻としてはですね、6時ですね。気温、外気温マイナスの3度っていうところでですね、これからもうちょっと冷えるかもしれないっていうところかなと思います。今シーズン初めての、雪道走行になりますから、まずは安全第一で、ちょっとねタイヤの感覚とか、あとは車のね挙動なんかも確認しつつ、お伝えしていきたいと思いますので、この雪景色を楽しみながらねご覧いただければと思います。はい、ということで猿ヶ京ステーションにやってまいりました。ただいまのね雪質、もうね結構水分を含んでいる雪ですね、今日は。なので非常に固まるという、そんな雪質なので、走ってて今日は滑るなと思ったんですけれども、まあ一つの原因はこの水分を多く含んだ雪だからという、そんな印象でございます。で、積雪はどうでしょうね、この辺りでこのぐらい10センチぐらいかな、うん、10センチぐらいの、積雪となっておりますね。いや、でもここはね小雪、そんなに雪が降ってないので、うん、まあ走っててね気持ちいいかなという、そんな、状況ではございます。で、間もなく朝を迎えます。あー、でもいいね、この何とも言えない雪が降っている時の静けさ、うん、久々の感覚ですね。独特ですよね、これは。で、今の気温はマイナスの3度です。ドアの内側は全然汚れておりません。こちらクリーンサイドシールという、装備になります。ここにねゴムが貼られているんですけれども、まあこの、ゴムのおかげでここが汚れないといった、仕様になっております。これはね鉱石も同様ですね。さあ、またですね、だんだん雪が強くなってまいりました。これからですね三国峠を登っていきたいと思います。それでは、行きましょうか。で、先ほどはね小雪だったんですけれども、またえらい降ってきましたね。大雪でございますよ。やっぱり今日はね大雪だなと
いう、そんな感じですね。それでは行きますか。それでは本線に合流して行きましょう。先ほどもお伝えしましたが、私の履いてるスタッドレスタイヤはピレリの、アイスアシンメトリコプラスの3シーズン目です。で、高速降りてからね、ここまで走ってきておりますけれども、その印象としてはね、いや今日滑るなっていうのが、正直な感想です。で、先ほどね、サルガ橋で雪質確認したらかなりね水分を含んだ、雪なので、まあ、そのあたりがね影響しているのではないかという感じもありますから、ちょっとね気をつけながら走っていきたいと思います。まあ、基本的にスバル車はね、あの本当に雪道では安定している車なので、本当ね安心して走れますよね。ただし、スピードを乗せすぎちゃうとそこは制御効かなくなっちゃう部分もありますから、そこはねやっぱりドライバーが気をつけなきゃいけない部分ではあるんですけれども、やっぱ他の車に比べて雪道での安心感っていうのは非常に高いものはあると思います。あ、標高がちょっと高くなってきたから、街に比べればね走ってる感じもそうなんだけれども、シャバシャバした雪ではなくなってきましたね。そう、あのコンビニとかがあるねエリア、この界隈よくご存知の方だったら分かると思うんですけれども、そう、あの辺りだとね雪が積もっているところにタイヤ入れるとシャバシャバした雪質だったんだけれども、ここは違うね。だからタイヤの食いが良くなった気がする。圧雪です、圧雪。ああ、さっきよりタイヤの食いつきいいですね。街中でちょっとグリップ悪いな、アンダーすごい出るなって思ったのは、雪質だな、これは。そんな印象です。で、今シーズン私のフォレスター STI スポーツにはSTI のフレキシブルパーツが3つ入ってます。ドロースティフナーとドロースティフナーリア、そしてフレキシブルタワーバー、この3点が入って STI のフレキシブルパーツとしてはコンプリートしているといったね、そういう状況になっているんですけれども、ドライ路面での走りはねめちゃくちゃ良くなってます。そう、ドライバーとの一体感っていうのがね非常に強まった印象もあって、いやー峠ではほんとすげえなーと、スタッドレスタイヤを履いててもこんないいのかって思えるぐらいの、走りのね良さっていうのをねしっかり体感、できています。で、それが雪道に来てどうかっていうところではあるんですけれども、雪道での走りを言いますと、そうですね、ハンドル操作に対して、車の動きがですねやっぱり、ノーマルに比べてね良くなっているので、そのあたりねちょっと気をつけないといけないかなという感じはある。で、特に、先ほどのシャバシャバした雪のようなシチュエーションだとですね、ノーマルの状態に比べて本当ね滑るって思ったので、そう、ハンドルを切った時にいや滑るなって思ったので、そこら辺はノーマルの、時に比べてよりハンドル操作は優しくしてあげないと車がもうクックックック曲がっちゃうっていうね、そんな感じですね。そう、だから逆に公道じゃない、そう、私有地なんかでこの車を振り回して遊ぶ時なんかは結構面白いんじゃないかなとは思います。うわー、すごいすごい雪か、
ったー、すごいすごいすごい。もうね、この界隈はね、風が吹くとこうなっちゃうからね、運転しにくいっすよね。そうだけど、そのあたりのハンドル操作を優しくしてあげれば特にね、問題ないかなとは思います。でここのフォレスターにはね、VDC ですね、まあ、横滑り防止装置も備わっていて、今 VDC はオンで走っております。でオンにするとね、車が滑り出した時からね、結構積極的に介入して車を内々に入れるような、今滑ったねそう、内々に入れるようなそんな制御をしてくれるんですけれども、今ね VDC は入ってこないですね。まだまだ安定して、走れているっていう、そんな感じです。で VDC をオフにすると、その機能が完全にオフになるかっていうと、フォレスターの場合は、完全オフにはならないといった仕様になっていますね。 VDC をオフにするとその VDC の介入が遅くなるっていう、そんなイメージ、完全オフにはならないです。だから逆に、VDC の介入が遅くなるので、適度に滑らせながら走ることができるといった感じで、結構ね走りやすかったりします。ただ、雪道走行に慣れていない方は、VDC をオフにしないで、オンのままね走った方がやっぱり安全性は高まるかなとは思いますから、そう、そのあたりね、参考にしていただければと思います。で今ね、滑りながら走っているんですけれども、VDC は全然入ってこないです。で VDC が入るとガガガっていう音が聞こえます。そう、聞こえるんですけれども、それは故障ではないので安心してください。で3シーズン目のこのピレリアイスアシンメトリコプラスの印象としてはですね、まあこの路面今マイナス5度ですね、気温マイナス5度の状況ではですね、しっかりと食いついてくれてるっていう感じですね。今のところね、問題ないです。さっきのその街中は本当滑ったね。そう、街中は滑ってこれやべえなと思ったんですけど、そうここまで来ちゃえば大丈夫かなと思います。でアイスアシンメトリコプラスの特徴としてはですね、グリップ、まあ、縦グリップに関してはまあ、こちら AWD っていうこともあるので、縦グリップに関しては本当に問題ないっていう、そんな印象で、ストッピングのね制動力に関してはここに関してはやっぱり国産の有名ブランドと比較しちゃうとどうしても滑るかなとは思う、思います。で横方向のグリップに関してはこれもね、国産の有名ブランドと比較するとやっぱり滑りやすいとは思います。ただし滑り出しのタイミングなんかが非常に分かりやすいです。今もう軽くねアクセルオンで滑っているんですけれども、その感覚が本当に分かりやすいから、扱いにくくないスタッドレスタイヤっていう、そんな感じですね。そう、横方向の、ね、グリップがどうしても強い、スタッドレスタイヤになると、急にねグリップがポンと、抜けるようなねそんな、感覚もねあったりするかと思うんですけれども、このタイヤに関してはねそれはないですね。まずない、なぜならば滑りやすいからと。今もね、お、今 VDC 入りました。ちょっと今ねアクセル操作を荒くしましたけれども、そう VDC 入りましたね。まあこういった状況でも、車のコントロールはしやすいです本当にしやすい。今ね前方に車ない
ので、まあ、自分のペースで結構いい感じで走れているんですけれども、おそらくスバルに乗っている方ならば感じる、ね、方いると思うんですけれども、まあ、こう普通に走ってても追いついちゃうっていうね、そういったことありますよね、うん、やはりそのあたりね、スバル車は、雪道 に強い車になるので自然と追いついちゃうっていうことはあります。そう、ただ追いついた時は、前方の車詰めすぎちゃうと、プレッシャーかけてね、それが原因で事故に、繋がってしまうっていうこともありますから、そこはねグッと我慢ですね。しっかり車間取って、我慢、そして、相手がね避けてくれたところでまた、抜いていくということをねしていかないとダメかなとは思います。さあ、だんだん雪が深くなってきましたよ。結構今日は本当大雪ですね。うん、大雪だから、私今回スキー板は、持ってきてませんけれども、今日のスキーはパウダーだね。ファットスキーに乗りたくなっちゃう、そういう、感じでございます。さあ、視界がですねだんだん悪くなってきました。若干風が出てきております。まあ、そんな中でもアイサイト今のところは、オフになってないですね。大丈夫です。で、このカタカタしてる音は何だ。スバルの車はね、冬になると多分こういうね樹脂系がですねキュッと縮こまっちゃって、そう、隙間ができるから音がねカタカタ出るんですよ。で、夏は出ないんだけれども、冬は出やすいっていう、そういうね傾向はあると思います。で、こういったトンネルの出口なんかは要注意ですよね。そう、トンネルの出口は要注意。おー、滑ってますね。滑ってるけど VDC 入んないね。ちょっと待った、 VDC はオフなってないな。オンだよな。どっち、これ、あ、こっちだだんだん視界が悪くなってきました。こういうところはリアフォグをつけても良いですよね。今気温マイナス6度です。非常に冷え込んできましたね。さあ、トンネルに入ります。新三国トンネル、新しくなりましたよね。ただいまの外気温、さらに寒くなってマイナス7度ですよ。マイナス7度か。この界隈でマイナス7度は結構冷え込んでいるね、気温になりますよね。で、これからね、新潟に入っていきますけれども、三国トンネルを越えると下り坂になるから、ここで、調子に乗ってスピードを出しちゃうと危ない。なのでトンネルを出るときは、そう、必ずスピードメーターをチェックして、出ていかないと、これもね、事故につながる、原因にもなりますからね。そう、ここもね要注意ですね。さあ、出ますよ。ちょっと減速減速。おー、視界悪っちょっとこれはリアフォグをつけよう。ピッ、うわー、これは視界悪いね今日。さあ、今エンジンブレーキを使いながら降りてます。
やっぱ雪道でね緊張するのはこう視界がね妨げられた時ですよね。そう、妨げられた時は本当にちょっとドキドキしますよね。ただしそういった状況でね完全に止まっちゃうとまたこれも危ない、ね、事故の原因になるからこれも注意ですよね。でしっかりちょっと減速して、ここは右カーブ、さあゆっくり行きましょう。ここはね、で下り坂なんかで SI ドライブのS モードなんか使ってあげると、さらにね、強いエンジンブレーキが得られたりしますから、そう、ここもね、使い方によっては、そう、上りだけじゃなくて、下りでもね、使ってあげるっていうことをやってあげると良いと思います。さあ、今本当に低速で走ってます、私。この状況ではちょっとスピードが出せません。はい、ちょっとサイドミラーもねヒーター入れましょうか。でこういう下りなんかでは、うまくね、パドルシフトなんかを使ってあげると、そう、ブレーキを踏まなくても走ることができると。ただし X モードのヒルディセントを使うレベルかって言ったら、これはまあヒルディセントは使わなくても良いかなとは思います。でも使ってみますか、 X モード。よし、じゃあこれ X モード、今ね X モードでヒルディセントコントロールを使います。あ、ちょっと視界が開けてきましたね。あのてっぺんのあたりは結構視界悪かったな今日は。まあこういった平地に来ちゃえばね、またノーマルモードに戻した方が良いかなとも思いますね。いやいやいや、今日はね本当に大雪ですね。今シーズン一の大雪と言っても過言ではないぐらいがっつり降ってます。いや、この降りは本当私は今シーズン初めてですね。でウォッシャー液を使ってもですね、今右側のウォッシャー液の穴が多分凍っちゃってんな、これ出てこない出てこないです。まあ雪国走行性能の高い車でも時には、自然環境には勝てない時があるぞという、そんな感じですね。いやー、でもこれ今日リフト動くのかな、スキーする人。いや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 、すごいすごい。さあ、ただいま、苗場界隈にやってきました。わあ、大丈夫。またこれ戻んのやだな いやいやいや、今日はすごいわ本当に。大雪ですね。はい、ということで、今回はですね、スノードライブ
お届けしましたが、いかがでしたでしょうか。このピレリアイスアシンメトリコプラス、はじめ、街中ではね、ちょっとシャバシャバなね、水分を多く含んだ雪だったので、ちょっとグリップ悪いなって思ったんですけれども、しっかりね、冷え込んだところに来たら、グリップは良くなりましたね。まあ、3シーズン目のスタッドレスタイヤでも、基本的には、問題ないかなと思います。であと STI パーツを取り付けての、印象としては、やっぱりハンドル操作はノーマルの時に比べてより丁寧にしてあげないと、その路面状況次第では、ハンドルを切った瞬間からやっぱり滑り出しちゃうっていうことがあったので、そこら辺はね、ちょっと注意した方がいいかなっていう、そんな印象ですね。そう、ただしその STI の、パーツを入れたことによって、その車自体が乗りにくくなったのかって言ったら、それそんなことないかなという感じ。やっぱり、スバル車のね、AWD は雪道では本当に、頼もしい存在でもあるし、雪道を走ってる上で車としてはやっぱり滑るんだけれども、滑った時の制御のしやすさ、そうであったり、そう安定感っていうのはかなり高いものがあるから、そうここに関しては本当全く問題ないかなっていう、そんな感じ。ただしそういったことは時に限界をね、迎えますから、そこら辺は、ドライバーの、まあ、抑制というか、ちゃんと抑えるところはしっかりと抑えないと、それはやっぱり事故の元になってしまうので、 そこはね気をつけなくてはいけない部分かなとは思いました。でまだまだ、雪道、走行ね、続いていきますので、この後の動画もですね、ぜひご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。